春風涼しと猫ですということで、三毛猫の三毛猫のきなこですということで、今日は特にね、まあ新しいことは何もしてないというか、淡々と粛々と編集を進めているところなんですけれども、この間撮りました小島よしおくんとのね、あのドラマでございますけれども、まあとってもいいですね。まあ昨日すらご報告した通りですけれども、まあ最小システムで、まあ、ドラマ撮るっていうのはとってもいいことだね。で、まあコメントの中にも、まあ同じぐらいの機材を持っていて、まあ今後やってみたいなっていうようなご意見もあったりしてね。まあちょっと今日日曜日なんですけども、大河ドラマ見ていて、ラージフォーマットでものすごいピントの薄いレンズを使って撮ってましたね。やっぱりね、だけどドラマでピントが薄すぎるとダメだね。いや、意味あって使う部分にはいいんだけども、まあ二人の会話でこう手前と奥に人がいて喋ってんだけど、まあ、手前の人にピントがあったらもう後ろの人何をしてるかがほとんど分かんないぐらいのフォーマットで撮っちゃってるから、まあそこはね、要するに機材遊びになっちゃって、まあ実験的にね、やることはいいことなんだけれども、ちょっとお遊びになっちゃってるね。まあ NHK にはね、新しい機材を使ってこういろいろ開発していくっていう使命もあるから、まあドラマに関してもね、新しいものでやるってことはいいことなんだけれども、まあなんていうのかな、ちょっと演出含めて若い感じだねっていうところ、それからシナリオもなんか結構若い感じだねっていう、まあまあ俺が偉そうなこと言ったってしょうがないんだけど、まあそんな風に感じたりもしましたね。で、まあ台本がやっぱりこうきちっとある程度のレベル以上になってないと、撮った時にまあ台本以上に面白くなるってことはまずないんでね。まあ天才的な役者がいて、その役者だけ見てれば面白いっていうこともあるんだけど、まあ長い作品になればなるほどシナリオがしっかりしてないとなかなか難しいよね。で、鎌倉殿の13人、まあ三谷幸喜さんの作品だけども、まあ後半戦結構黒い心の動きばっかりで、なかなかこう笑えなかったから、なかなか難しい作品になっちゃったかなと、猫よ、なっちゃったかなというふうには思うんだけどもね、大暴れ。よいしょ。にしてもまあ最後のこう、あれだね、小栗旬くんの、死ぬところ、みてえなところもなかなか面白かったっていうかね、シナリオ上は非常に面白い作品に上がってたから、まあああいう作品が良かったなというふうには思うんだけども、今回のまあ家康の話は結構なんかちょっとドタバタ感が強いかな。ちょっと台本も取ってつけたような、こうまあ今日はなんか服部半蔵の一族がなんで家康と仲良くなったかみたいな感じだったけど、ちょっとまあ取ってつけた感があった気もするな、というようなところで、その台本と撮影機材とっていうところもまあいろいろ考えさせられるところだよね。なので、まあ、何が言いたいかっていうと、機材、まあ、NHK みたいにね、その予算がある意味無尽蔵なその現場っていうのは、とかくまあいろんな機材も使えるし人も使えるけども、まあ、それゆえに結構ドタバタしたものが、まあ特に大河の場合前半戦ドタバタやってて、まあ中盤以降落ち着いてくるみたいなのが大体まあ毎度のパターンなんだけど、まあそれでね、まあ若いスタッフなんかが鍛えられていってまあ良くなるってことはいいことだなと思うんだけども、まあそれは NHK だからできるよねっていうところもあって、じゃあ我々のようなまあ中小企業が映像を作る場合に、まあ、何をどうしたらいいのかっていうところなんだけれども、まあ俺のやり方としては、まあ、最小限の機材で最大のパフォーマンスを上げるっていうところから、まあ撮影方法に
来ても、まあ、なんか猫がカメラと遊びたがってんだけど、うん、やめてくれ。まあ、何の話だっけ。中小企業として、まあ、映像制作するにあたって、どんなやり方がいいのかっていうところがあるんだけれども、やっぱりこの、我々の業界は、まあ、古い体質、体制がまあまああって、スタンダードのやり方以外は邪道だよねっていうようなことがまあまあありますね。で、まあ、映像の世界大きく分けると、まあテレビ系の撮り方っていうのと映画っぽい撮り方っていうのと、まあ、CM という撮り方と、まあ、大きく分けるとこの3種類があるんだよね。で、それ以外にちょっと種類が違うのはブライダル系の、まあ、ブライダル系はブライダル系で非常に、なんていうのかな、素早く撮っていくっていう独特の文化があってね。で、フォーマットに決めたものを撮っていくというようなやり方があって、まあ、要は結婚式当日に編集済みを渡すみたいな、ちょっとアクロバティックなことをね、やる業界だよね。ただ、まあ、ブライダルの撮り方はちょっとテレビに近いっちゃ近いかもしれないね、撮り方としてはね。で、まあ映画とテレビっていうのはかなりこう手法が違っていて、まあ皆さんに分かる感じで言うと漫画と小説ぐらいの違いがあるのかな。まあ絵と文字だけっていうのとちょっと違うか、新聞記事と小説みたいな違いかな。まあだいぶ使ってる用語も違うし、それからスタッフ構成も違うんだよね。で、まあ僕はまあどっちかっていうと映画で映像の方は入っていったんだけど、仕事量としては CM とかテレビ番組の方が多かったんで、まあ特に CM 屋さんだね、僕、うちはね、CM の手法で全部ものを作っていくから、まあ、テレビ番組を撮るとかっていうのともまたちょっと文化が違うから、まあ、テレビ屋さんと仕事すると、まあ、ちょっと違和感があるし、向こうもなんだこいつみたいにはなりがちかなという気はするんだけれども、まあ、そうね、今回、まあ、約40分10分から50分の間ぐらいが完成尺になると思うんだけど、まあ、それを1日半ぐらいで撮ったんですね、今回ね。2日目はもうだいたい昼には仕事が終わってるぐらいのスピード感だったんだよね。まあちょっとのんびりやったんで3時までかかんなかったんで、2時半ぐらいまで、まあ、ゆっくり昼休み撮ったり、朝ゆっくりスタートだったりね、いう感じだったから、まあ非常に早撮りになってたなというところではあるんだけど、早撮りの割にはじっくりとした映画、まあまあ撮れたかな。まあ映画のね、じっくり感まではいかないね。じっくり感ってどういうことかっていうと、こう一個の例えばあのシーンの始まりで映画こうずっとこうトラックしてから映画始まるみたいな映画よくやりますね、ドラマでもね。まあああいうのをやるっていうのはそのワンカットのためだけに機材をね、こうレールを用意して、まあ、そのショットを、まあ、段取って撮るわけだけど、実景に近い取り扱いになるけどね、まあ、それだけにだから1時間ぐらいかかっちゃうってことだよね、そのものを出しててね。まあ、最近はジンバル使ってジンバルでフューってやっちゃうなんていう、なんちゃってトラッキングも流行ってるから、まあ、それだったらそんなに時間はかかんないけども、それにしたってスタビライザー用意して動かすのにやっぱり30分ぐらいかかるわけだよね。で、それがテレビ番組っていうのはあまりそういうことやらないから、いきなりもう、さて始まりました、みたいなところのスタートになるんで、どっちかというと、まあ今回はテレビ番組撮るのに近い構成で、スタッフの組み方をしてみたんだけれどもね。まあ、前回も説明したように、監督がいて、助監督がいて、それでカメラマンがいて、カメラ助手がいて、で制作部がいてっていう、まあこれが一番ちっちゃいで、録音部は今回つけてないわけです。
録音部はまあもちろん俺が やってもよかったんだけど、演出しながら録音っていうのはなかなか難しいとこもあるんで、頭の使い方が違うんでね、今回はなるべくカメラ任せで、最初に音ちょっと聞いて OK だったらそのままいっちゃうよっていう感じの撮り方、つまり仕込みマイクは使ってないんですね。仕込みマイク使うとどうしても絹ずれの音を聞いておかないと失敗する可能性があるので、使いにくいね。音としては非常にいいんですよ、ピンマイクはね。ただお芝居の場合はピンマイクっていうのはあんまりこうしっくりこない場合もあるんで、なるべくならマイクを振った方がいいんだけれども、まあ、今回前回も説明しましたが、今回は、デジタルマイクね、ノイズリダクション付きのデジタルマイク ECM-B10 をメインマイクにして、それだけで撮り続けたっていう感じ。だから失敗した部分もあって、それは前回もちょっと説明した通りなんだけれども、音下げすぎてアテネーターをマイナス20だね、20っていうところに失敗で撮ってたんだけど、そうすると音が小さすぎて、それを編集で音を拡大すると解像度割れしちゃう。16ビットリニアだから簡単に音がラジオっぽい音になってっちゃうんで、その辺の失敗はちょっとあったんだけども、まあ録音部がいない撮影にしてはきちっと音が取れてるっていう感じだから、今日も荒木さんにちょっと見せてたら、荒木さんはうわすげえいい音だって喜んでたけれども、まあ録音部的にはちょっと もうちょい行きたいなってとこはあったけれども、まあプロのカメラマンが聞いてもまあいいんじゃないですかっていうレベルでは取れているんだよね。なのでまあこの撮り方は全然スタンダードじゃないし王道じゃないし、なるほどねって納得できるかっていうと、プロの現場だと何やってんのっていう感じには映ると思うんだよね。そのぐらいやっぱり映像の世界っていうのは保守的で、スタンダードのやり方から外れることは怖くてやらないっていう感じなんで、僕はどっちかというとスチル出身だからね、週刊誌からスタートしてるから、あんまりそういうなんていうの、要はこれをやるなっていう教育が映像の世界は多いんだけど、そういう教育は受けてないから、俺としては自由な発想でできんだからいいじゃねえかと何の文句があるんだよと、上がりで勝負しようぜっていうところでやってるから、そういう意味では上がりで負けてる気は全然しないし、まあそれこそなんだろうね、全てのシーンの色は統一されているし、唯一逆光の時だけこれは ND フィルターの性能の問題だと思うんだけど、コントラストが落っこっちゃったっていうところ、まあ、それは簡単なグレーディングで OK になっちゃうというか色が揃っちゃうからね、それでまあ非常にいい絵が作れたというふうに思ってますね。でまあそれを仮にフィルムルックにしたければ全体に統一したルック用のラットをね、フィルムルックになるラットを全体にかけちゃえばいいだけだから、全部仕上げて後からラットだけ当ててもいいんじゃないかっていうぐらいのところに取っ手出しで成功してるから、今回まあこのね YouTube でずっとこう FX30 を去年の10月14日の発売日からずっと使い続けてきて、ね、当初はこうどうやったらこのログ使えるのなんつってね、散々悩んでて、汚ねソニーのこの汚ね色どうしたらいいんだっていうのはずっと悩んできたわけだけど、まあ、そんな中で色のコントロールはホワイトバランスにあるってことが分かって、他のくだらない設定はどうでもよくてね、ホワイトバランスさえうまく調整できれば全体の色調はうまくいくし、露出に関してもノーマルに取っときゃいいだろうというところ、それからクリエイティブルックを使えばある程度の描写の違いも作れるしね、でまあスタンダードで取っておけば何とでもなるね、まあナチュラルにしとけばもうちょっとグレーディングの幅は広がるけど、ナチュラルで取るってことは全部にグレーディングかけるってことだから、まあ、そのグレーディング代は誰が出すのみたいな感じですね、うちの会社的に言うとね。なので今回はもう撮影した時にルックが決まっていて、そのまんまのテイストで仕上がりまで持っていっちゃいたいというとこだよね。でまあビデオカラーじゃビデオカラーなんだけど、まあ結
構その FX30 のこってりとした色も出てるので、まあこれでいいかなっていう感じ。ちょっとごめんなさいね、映像を見せられないからね、あのちょっと役所の方が OK してくれれば映像出そうと思いますけども、あのまあ今のところこのお話だけになっちゃうんだけども、さてはて、まあ、そんな感じで今回ドラマ作ってみたいわけだけども、まあ僕としてはこのなんていうのかな、大きなタレントさん使ったドラマっていうのはある意味自分で自由にやるものは初めてかな。まあいろんな制約の中で撮ってるものはあるんだけども、まあ、CM はねいろいろ撮ってるんだけど、まあここまでの長い作品になるとまあほぼ初めてに近いんだけれども、まあね、そんな、まあ、なんていうのかな、でっかい作品になると俺プロデューサーやる方が多いから、他に監督呼んできちゃうんでね、でその監督を通してものを作るってことが多いんだけども、今回はまあちっちゃい作品で、まあそんなに予算もなかったから、まあ俺がパッパパッパと撮っちゃえみたいなとこだったんだけども、でどっちかというと前も言ってんだけど、うちの会社としてはアニメーションを作って、長い作品はねアニメーションにすることの方が多くて、そういう意味ではもう何ていうの、長い脚本とか、長いこうものの見せ方っていうのはまあまあもうベテランだからいいんだけども、まあ役者をね使うのあんま好きじゃないんだ、役者使うのは実はね、めんどくさいから、なんだけど、まあ、今回はまあお笑いっていうかね、芸人さんの小島くんだったので、まあお笑い人はそんなにこう役に対して変な思い入れしてこないから、作りやすいんだよね。下手な役者ほどさ、なんか変な作り込みしてくんだよね。難しいね、そこのとこがね。今まで大きな役者さんは、貫地谷しおりちゃんとかは、そんな変な作り込みしてこないからいいよね。で、蒼井優ちゃんは俺が演出したわけじゃないんだけど、横で見てて、ああ、この子も変な作り込みしてこないで、演出の言うこと、監督の言うことをうまく取り込んで、作品に、魂を吹き込んでくれんなっていう感じですわな。なので、まあ、今回出てくださった、まあ、3人の役者さんは、まあ、みんなそんな感じに、特に小島さんと、今城ちゃんは、そこら辺は変な作り込みしてこないから、非常にやりやすかったね。で、なんでアニメーションが多いかっていうと、変な動きをされると、コントロールしにくいから。でアニメーションの場合声だけだからね、アニメーションの動きはこっちがつければいいから全然いいんだけども、で声ってのはやっぱりなんていうのかな、声優さんの方が普通の役者よりも、芸達者で、こっちの意図をうまくこうなんていうのかな、組んでくれるっていうか、コントロールさせてくれるんだよね、声優さんの方がね。だから芸人さんと声優さんっていうのは非常によく似てるかな。他人を演じるっていうことがとってもこう身についてるっていうのかな。こう演ずるときに、なんか俺 YouTube どっかで見てて、何で見てたんだっけな、ホリエモンが言ってたのかな、忘れちゃったけど、要するに最近のアイドルは私を応援してくださいって、応援してくれてありがとうっていう、私なんだよね。自分がやってるものをそのまんま認めてくれて応援してくれみたいなのが、ちょっとその今のアイドルとか、まあ、役者にもそういう人が多くなっちゃったんだよね。なんだけど本来は、あ、ホリエモンじゃなくてあれだ、なんとかカルマさんだ、ヒップホップかなんかのね、ラップかなんかのね、が言ってたんだ。そう。要は、本来は、演ずる側は 100% 見てる人のために演じるのが当たり前だろうと、パフォーマンスするのが当たり前だろうと。でもそれが最近反対になってて、そういうのは見苦しいよねって言ってて、なるほど、そりゃそうだなと思って、俺もその、別に役者を、大きなね、スマップとかさ、そういうのは、こう、その人を見たくて来るからいいんだけど、
普通の役者さんの場合やっぱり何を演じるかっていうところで勝負してくれないと、別にあんたを役者として見たいわけじゃないんだよねっていつもまあ言うんだけどさ、まあ、そんなこともまあまあありーの、まあ、なんか愚痴になっちゃってね、まあいずれにしても作品作るっていうところはまあどれだけ見てくださる方のために作れるかっていうところかな。と言いつつこの YouTube がそうなってん の皆さんのためになってんのかな。俺の愚痴を今日は聞いてもらっちゃってるっていうところはあんだけど、もで、まあ、最後にね、今日ちょっと朝こう目覚める前に夢を見てたんだけど、だいぶ忘れちゃって、ただいい本になるなと思ってたんだけど、パラレルワールドの話なんだよね。でパラレルワールドの話ってなんだけど、いわゆるまあなんていうの、二重の世界と言ってる感じよりはちょっとインド哲学っぽい話なんですよ。でインド哲学はまあ皆さんもちょっと中学校高校ぐらいの社会科でやったかもしれない、歴史科なんかでやったかもしれないけども、インド哲学の根本、まあいくつかあるんだけど哲学がね、まあ、その中にはまあブラフマンとかアートマンとかっていう言い方があるんだけど、まあ、簡単に言うと神様、まあ国作りの話だけれども、もともと宇宙には何もありませんでしたと。で神様がね、私しかいなかったのだという言い方をする。ある日私は、無数に分かれ、ビッグバンですな、無数に分かれ、その細かく散った私の周りに物質が集まって、それがまあ生物になったよっていうところがまあインド哲学の基本なんですね。だから全ての生き物の真ん中には神様がいるというね、思想なんですよ。日本人的に言うと八百万の神という言い方をするけれども、その八百万の神がまあ日本の宗教観だと思ってる方が非常に多いんだけど、日本の宗教観には八百万の神という考え方は実はないんですよ。でどういうことかというと、もともとは元の神様がいて、で草薙みたいな感じで、まあ、そこからの子孫の系譜じゃないですか。だから神様が土地を作ったとかっていう発想になっていて、でまあかき混ぜてどうのこうのっていうじゃないですか。でそこに神が降りてきて子供をたくさん子供を作るんだけど、その神がまあ物の神様であったり動物の神であったりっていうのはあるんだけれども、要は神様が作ったものと、もともと作ったというか神様の子供として生まれたものと神様がただ作ったものっていうことで、要は神の宿ってないものも日本の、まあ、神道というか日本の宗教観の中にはではそうなってるんですよ。でもどっかからか八百万という考え方が入ってきて、それはいつからかっていったら多分奈良時代に仏教が伝来した時にその考え方が含まれたんだろうというふうに思います。で仏教って何かって言ったらインド哲学ですからね。でブッダって何かっていうと、インド哲学を進めた人っていうのが正しい解釈で、仏と言ってるけど神様ではないと、人ですよというのがまあ根本的なとこなので、西洋人にしてみると仏教は宗教ではなく哲学だよねっていう人もいる。ただ宗教として使っている人たちもいるので、別に宗教が上で哲学が下みたいな話ではないし、ブッダと神を比べてブッダが下だとか上だとかっていう話ではないんだけどね。まあそんな感じで八百万っていうのはもともとインドから中国を経て日本へ来ているので、分かったでしょ。インドっていうのはもともと何にもないところからビッグバンで神がちっちりに無限に広がって、でその神様の粒に物質がくっついて、であるものは山になるし石になるし牛になるし猿になるし人になるしって、その集まったものの物質の構成の
組み合わせによって違うものになってますよって言ってるんですね。なのであの八百万っていう考え方はもともとはインド哲学だよというところと、今回の私の、パラレルワールド、要するに自分の魂と同じものは他にもあるよねということです。だって神から分かれて魂は全部一緒だから、あんたの魂とあんたの魂と私の魂は一緒よということなので、あのそういうなんていうのかな、あのいろんなこう事件が起きるわけだけども、いいこと悪いことが起きるわけだけど、それも、自分のパラレルワールドの世界、例えば相手と喧嘩してたら自分と自分が喧嘩してるみたいな、ちょっとまあそんなようなストーリーが思い浮かんだんだけども、まあちょっとこれはまたあれだね、本にしていきたいかなっていう気がした。春風涼しいですけど、またなんかダラダラと喋っちゃったので、まあ今回はまあそんな愚痴だけでございますの心でございました。ということで、また明日もまた頑張って編集、今月はもうねほぼ編集しかないです。あの撮影、まあ撮り残しもあるんでね、実景つって風景まだ撮ってないから、ちょっと荒木ちゃん呼んで風景は撮んなきゃいけないけども、まあそれは編集進んで足りないものが全部発揮してから撮りに行こうと思うから、まあ月の後半戦かなということで、編集したよ。あ、それからあれだね、健康時永さんから CP プラス用の映像頼まれていて、まあ、バティスについて語ってくれみたいなことだったんで、ここで出した映像をちょっと改造して、もうちょっと内容を詰めたっていうか精査して、きちんと正しい情報に変えて、CP プラス用に作って、健康時永さんにお渡ししてあるんで、まあそれは OK ならそのまままた会場のモニターに春風涼しが登場するんじゃないかなというふうに思う今日この頃。ということで、春風涼しさんでございました。じゃあねー。